なんか、見たことあるのに知らないがいっぱいあったな、今そうなんよ。日。過呼吸しかり、問診しかりさ。あ、着替えてきた。あ、オフモードギリーさんだ。もアフタートーク？う、まあ、アフタートークみたいにしましょう。あと、ねえ、いや、日頃ネクタイ締めてないからしんどいんですよね。なんか、お医者さんって、その、ドイツのお医者さんって、どういう格好はノーマルとかあるんですか？なんか、私、海外って、もう、海外ドラマのお医者さん系のイメージしかないんですけど。ネどクんなタイし感てじ？るよね。なんか。海外ドラマの医者ってネクタイしてない？いや、でも、青いの着てるイメージ、なんか。あ、青いの着てるのは外科系とかね、病そう棟とそうか。そうそう。ああ、青いの着てるね。あるんですか？なんかオーソドックスこういう格好みいたいや、な。日本じゃ絶対白衣着てるし。白衣一応支給されるので、白衣着てる人もいるけど、まあ、僕はポロシャツ、ポロシャツ。へえ。夏とかはポロシャツやし、てか今の季節はこれやし。それなんや。そんな感じなんそだ。れ T なシんャツや。とかでもいけるんすね。で、まあ上にもちろん、白白衣衣着が着てて。ますよ。あ、そっかそっか、それに白衣を着るのか。びっくりした。T シャツだけかと思った。で、大体白衣着たら医者っぽくなるんだな、そうすると。世界の共通認識なんですね。大白体衣イコール医白衣者的着とけな。ばいいって感じか。なるほど。日本でやってるときはちゃんといつもネクタイしてました。ネクそのタイメージありますよね。なんかお医者さん、割と。医者さん、ネクタイに、ネクちタイはに。ね、格好はあんまり気にしないので。でもなんか、確かに海外ドラマはミニスカート履いてる女医いるわ。なんか、それキャラクターだからかな。学会とかでもね、なんか普通にポロシャツで来たりしますからね、みんな。ドイツもあれ、ドイツもあれですか、GP みたいなのがいます？何 GP って。GP ってイギリス系のやつだと一番最初にそのかかりつけ医みたいなところに行って、いわゆる一番最初の大体あなたはこういう症状だから、これっぽいから専門医に見てもらってくださいって専門医の紹介状を書いてもらうところ。そういうシステムです。そういうシステムですか。直接来ることはまずないです。そうなんだ。まずっていうか、まあ、ないですわ。一応、へえ。まあ、大学病院なので、直接は来ないですね。外来ないんですか？じゃあ。外来は、だから、紹介会患し者かないんのだ。外来しかない。へえ。で、治ったらとか、手術終わって退院したら、そのかかりつけ医の方に戻しちゃうから、そのフォローの手方術が、要員ってことなんですか？じゃあ、大きい病院って。そうなんだ。手術するために来る。来るって感じなのか。へえ。まあ、要はその、GP といわれるかかりつけ医の人たちは、まあ、要は一番最初に、よく大体この辺でしょって目安つける人みたいな。そうです、そうです。だからそれ以ジェネ上、ラルフィジシャンか。あ、わかった、わかった。ジェネラルフィジシャン？GP って家何庭医ののこ略？とでしょう。多分、ね。なんだ。ジェネラルプラクティショナああ、そういうんだ。ー。ジェネラルプラクティシプラクティショナーらしいっすよ。らまあ、しい。そんな感じで、僕のところには、だから直接来ないです。ヤビさんは普段、その大きい肺の病気の人で手術するのがメインなんですか？僕？ヤビーさん？どっあ、ち？ヤビさんじゃない。ごめん。ギリさん。今、ヤビーさん言ったやん。ギリさん、ギリヤさビーさん、ギリーさん問題あるん。から。ギリさん、ギリさん。そうだった。ギリさんは、普段は、どういう業、なんて言うんだろう。肺の専門って、どういうところのお仕事がメインになるんですか？肺がんの手の手術？術。
来る日も来る日も肺がんの手術してるの。まあ、うん。で、僕はね、ちょっと特殊で、病棟ほとんど見てなくって、うんうん、実験と手術をしてるので。なるほど。だから実験をする日が2日か3日あって、で、手術の日が、3日か2日があって、で、病棟を見てないから、まあ、オンコールはあるけど、当直してないし、週末は完全に休みになって、っていう状態です。で、その、実験って何するんですか？これね、僕は、肺移植の研究してるから、自分がやってる手術とちょっと分野が違うんですけど、うん、マウスの肺移植してます。へぇー。勉強しときながら。移植した肺がどうなってるかとかいうのを調べてるってこと。うん、どんな薬使ったらその移植の拒絶を抑えられるかとか、うん、なるほど、そう、すごい、ちょっと変わり者扱いされてますね。それ変わり者扱いされるんだ。だってみんなその臨床で働いて、うん、で患者さんバンバンその手術して、うん、で外科医やったらやりたいに、うんうんうん、僕実験もしたいとか言って実験して病棟を見ずにね実験して、でしかもその顕微鏡下でしなあかんような手術して、うん、そんな苦労してまでなんで実験してんのっていわゆるあれですか、臨床医とその基礎研究みたいなのことを同時にやってるみたいなイメージ。そう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 。あ、確かに変わりもんって言われそうですね。そう、ドイツではね、でも日本で大学病院勤めてる人はみんなそれしてるんです。みんなそう。うん、日本の大学病院はみんなこれそのパターンなんですね。そうそうそう。日本はその研究と臨床と教育を密同時にしなあかんのですよ。あ、教育までしなきゃいけないのか。うん。なるほど、なるほど。だから研修医って忙しいんだ。研修医はね、ちょっと研修医のことなんか悪く言うのは何やけど、研修医はもう普通のその会社の1年目と一緒ですよ。その仕事が分かってないから忙しくなってるだけで。なるほど、なるほど。で、彼らはまだ。まだその研究も教育もできない状態です。あ、そうなんだ、うん、余裕ができてきてやっと研究とかその教育もできるから、でドイツの場合は臨床の人たちは教育はまあ携わるけど、うんうんうん、あの現場に生徒さん来はるから、うんうんうん、研究はね、ほとんどやらない人が多くて、うん、で研究する人だけが、だから、本当は上に登っていけるから。あ、そうなんですか。うん。なるほど。ね、病院のシステムとしては、うん、アシスタントアルストって言って、研修医がいて、うん、で、その上に、専門医がいて、うん、で専門医になったらオーバーアルストで上級医になれて、うん、で上級医の中でそのリーダーみたいなのがいて、うんうんうん、で教授がいるんですよ。なるほど。でも大学 の仕組みは、うん、臨床だけじゃなくて研究もあるから、研究教育もあるから、うんうん、ここは大学卒業した後、うん、ドクターっていうのがあって、うん、日本でいうマスターなのかな、うんうん、で博士があるんですけど、
こことここはね、ちょっと差があんまりないんですよ。うん、こっちは論文一本書きましたよ。うん、その卒業、うん、その大学その医学部じゃなくても、大学卒業して、大学もしくは在学中に一本書きましたよ。うん、で、PhD、博士は、大学在学中もしくは大学卒業してからでも、研究の、筋道から全部自分で立案から全部して論文書きましたよって。大変そう、そっちのが。そう、大変なんですよ。だから、このドクターっていうのは実はドイツでしか使えない。ねえ。PhD は世界中で使える。どこでも使えるんだ。うん、ああ、やっぱそこがあるんだ。なるほど。で、その後、ハビリタツヨンって言って、教授資格っていうのを取るために、今度はお金を取ってきたりとか、その国からね、こんな研究するからって言って。うん、お金取ってきて論文何本か書いて、で教育もするっていうのをして、うん、大学やからね、教育もいるから、そういう経験をしてハビリタツヨンを取って、今度はプリバートドッツェントって言って、思考士、知って私の講師っていう名前に称号がつくんですよ。その博士と同じような感じで。タイトルとしてね。で、その後、また4年とか5年ぐらい、同じようにお金取ってきたりとか、いろいろして、教授っていう資格を取るんですよ。遠いな、教授まで。でも教授も、だから、大学のポストじゃなくって、うん、資格なんですよ。なるほど、なるほど。でも、これの教授を取っとかないと、臨床でのトップにもなれない。へぇ、大変だ。なるほど。なるほど。臨床だけじゃダメなんですね。そうそうそう、臨床だけじゃダメなんですよ。なるほど。キリーさん、今どこですか？僕、今、ハビリタツヨンを取ろうとしているところです。取ろうとして、おお、じゃあ研究はして、今からお金取ってきたりしなきゃいけないところ。お金は取ってきてて、今もう書類を書いてるところ、うん、おお、取れるかもしれないかもしれない。臨床では上級医？いや、上級医になってないです。まだなってないんですか？臨床では専門医。でもなんかギリさんあれじゃなかったでしたっけ、日本での実績とかもあるから、そこまで行ったらすぐ上級医ぐらいまで取れるとかいう感じじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？ね、経験的にはその専門医は取れたんですよ。まあ試験も受けたけど、でも上級医はポストやから。あ、そっちはポストなのか。うん、あ、聞かないとなれないんだ。なるほど。うん、あの研究の方は資格だけど、こっちはポストなんですね。うんうん、あ、そうなの。すごい。でもね、ちゃんとね、なんかその上級医のその仕組みが僕もよく分かってなくって、うん、もしかしたらその、なんか慣れるのかもしれないけど、一応なんか読んだ、僕がパンフレットみたいなのを読んだ限りでは、うん、専門医になってたら上級医になれますとは書いてあるけど、うん、条件はないんですよ。うん、じゃあポスト的なもんなんだ。うん、ポストかなと僕は思ってるんですけど。なるほど。なんか普通の会社が出世するときってどういうときに出世するんですか？ヤビさんは大きい会社だから40歳になったらとか。年数なんだ。そんなんでいいんだ。いやいや、そんなわけない。でも真面目にポストの話になると完全にあれですよね。前の人がいなくなったらとかですよね。うん、そうですよね。ポストだから、ポストは数に限り。でもあれじゃないですか、1個のポストが空いたとして、そこに候補者が1人の
じゃない時もあるわけじゃないですか。どっちにしろ、うん、上級医にしろその部長にしろ、はいはいはい、空きが出ましたって言って奪い合いになるわけじゃないですか、うんうん、どうやって決まるんですか。じゃんけんとかじゃないでしょ、うん、好き嫌いです。上のさらに上の人のだからそこでどんだけやっててで、うん、上上げてその上の人のプラスになるかですよね。なあやっぱりそれは万国共通で職業もそうなんだな、うんうん、なるほど。だからそのポストに何を求められてるかっていうことなんじゃないですかね。あの真面目な話をすると例えば確かに、ね、会社とかだと課長さんだとか部長さんとかこういうことをやってもらいたいこういうことを任せたいっていうのがあったときにそうするとあいつが適任だっていうふうにまあまああのこう指名する人がいるわけですよね、うんうんうん、そうするとその指名する人っていう人から見たときにやっぱこう可愛らしいとかあとは扱いやすいだとかだから逆にあいつはこういうふうに意見してくれてるからあいつはそのポイントを取りたいとか、まあ、まあそれはその上の人の、はい、判断ですね。そう判断とかあとは器の大きさとかそういうことに なるほどね。僕それで言うとね、僕その臨床をちゃんとやってないから、うん、だから上級員なのは難しいんかなと思いながら、ギリーさんほどでもちゃんとやってないってことになるんですか。うん、病棟を見てるわけじゃないから。あ、そういうこと。その手術の方だけたくさん、うん、その症例というか要はそのたくさん切ってても別にそれは実績としては、うん、どうなんやろね。でも病棟を見てないってことはやっぱり患者管理をしてないっていうことやから。おそういうこと。そっか。で病棟の方に行っちゃうと僕も実験できなくなっちゃうので、なるほど。なので、まあ、ちょっと僕そっちの方は、まあ、そっちの方に集中して上級医を目指すっていうよりも、研究の方でその教授の方に、まあ、教授になれるかどうか別として、その方向で目指した方がいいかなと思って、ただまあ、でかいなので、うんね、その実験の方に全振りするのも、うん、確かにちょっとそれもなっていうのがあって。なるほど、うん、外科医なのに研究に全振りしてる人とかもいるんですか、中には。ね、うちの科はいます。ああ科によるんですか、うん、珍しい。それはね、でもね、ちょっと特殊なんですよ。彼女の場合ちょっと特殊ですね。うん。女の人だけど。もうこれ絶対 YouTube 流されへんわ。でしょうね。あの、うん、多分。こきっとかな。うん。いろいろ、いろいろありそうですもんね。うん。なるほど。いや、面白いな。肺一つ取ってもこんなにあるんだと思ったら、体全部って思った。難しいな。そう、そのね、学生の時とかね、全然分かってなかったなと思いますよ。うん、いや、でも、お医者さんになれるぐらいは分かってたってことでしょ。全然分かってなかったお医者さんになれてないですよ。一応言われたことを勉強したけど、うん、今みたいにその例えば間質性肺炎とかその普通の肺炎がこういう理由で炎症が起こって、肺炎と間質性肺炎を分けられてて、うんうんうん、でこうなってるから症状がこんな風に起こってんねやなんていうことは覚えてなくって、間質性肺炎って言ったらパリパリ音がして、なるほど。そうそうそう、肺繊維症が一つ代表的疾患でって感じで覚えてるだけ。あ、でもテストにの覚え方はそれやわ。うん。うん。だから穴埋めのところを覚えようとしちゃうからそうなると思う。全く分かってない状態。つながってないんですよね、話が。なるほど。でも臨床出てみると。つながってない、話がつながないから。そっかそっか、うん、で臨床出るから腹落ちして理解できることも
絶対ありますよね。数見たりとか症状を見たりとかして、うん、で僕いろんな顔外科の中でもいろんなところを回ってきたから、うんうんうん、ね、最初学生の頃は外科の全身が見れるようになりたいと思ってて、でまあある大学のその大外科、大外科っていうか、まあ、心臓も肺も、消化器も子供も出る、はい、そこに行ったんですよ。で1年間そこで研修して、で小児外科ってね、うん、子供の外科全般を見るから、はあはあはあ、小児外科行こうと思って、うん、確かに全身見れる、そうそうそう、小児外科行ったんですよ、うんうん、手術自体は楽しいんですけど、うん、数が少ないんですよ。なるほど、確かに、うん、子供で外科手術受ける回数確かに少なそう、うん、先天性疾患に対する外科なので確かに、うん、数は増えないんですよね、出生数。なるほど、確かに。でもっと手術したいと思って大人の外科に変わって、で大人の外科本当はお腹の外科とかを最初にしなあかんねんけど、うん、なんかポストがなくて呼吸器外科行ったんですよ。そういう理由だったんだ。うん、最初はね、うんうん、なんか呼吸外科面白くなってきて、なるほど、で呼吸外科専門にしたいねんけど、うん、でも外科のその専門医になる仕組みとして一貫外科を経験しておかないと専門医になれないので、うん、もう一回一般外科に戻って、すごい。で2年研修してでもう一回呼吸器外科行って、うん、で大学戻るっていうすごいな、こんなルート面白い。やっぱりもっと切りたくてってもうなんかサイコパスみあります。そこだけ切り取ると、いやいや、まあ手術が好きなん好きやから外科になってるから。そっか、どういう時が手術楽しいんですか。どういう時、あのもう本当に言葉だけ聞くとサイコパス、サイコパスっていうか、サイコパスってでもそういう意味じゃないけど、いや違うよ。まあまあ、なんとなく、なんとなく、あの血管がきれいに向けた時とか。やっぱりこう、血管に向けるっていう言葉を使われたのが今新鮮でしたね。血管は向けるんだと思って。マッドサイエンス味がありますよ。まあでも魚の調理してた時にあれがつるんでちゃんと取れたとか、そういうこと。そんな感じ。面白いな。で普通にきれいに解剖学的にきれいに摘出できたら、うん、よし、手術できたなって思う。面白い。すごいですね。友達のお母さんがあのなんだっけ、手術の助手をする看護師さんだったけど、うんうん、完全に向き不向きあるよ、私は楽しくて好きだけどっておっしゃってました。そうでしょうね、そうだと思う。なんか普通の生きてる人間相手するより手術の方が好きっていう看護師さんもいるんだなと思って、うん、で手術をかっこいいって思ってて外科医やってるけど、手術に向いてない外科医はいます。怖いそれ。患者の目線からしたら激怖なお医者さんですけど、それ。どういう人が向いてないなと思うんですか。もう極端に手が不器用とか。あのね、手術ってやり方はほぼ決まってるので、うんうん、練習してたら、ね、ある程度よくなるんですよ。はいはい。練習しない人ってことじゃん。
で、練習はその、症例数、経験した症例数。うんうんうん、なるほど、なるほど、うん。ただね、焦る人は、確かに。ダメなんですよね。ありましたよね、なんか機材は、腹の中に置き忘れてるとか。なんかね、いやいや、そういうのじゃなくて、例えば、まあ、今さっき言ってた血管を剥くっていう作業をするのでも、その解剖学的にこういうふうな膜が張ってるから、血管の周り膜が張ってるから、こうやって剥いていこうとかいうんじゃなくて、張ってこうやったらなんとかなるやろとか言って、無理。はい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 。まあまあ、経験的にそれでいけてるから、できてるけど、でも応用が効かないんですよ、そういう人って。なるほど。しかも、出血したりとかすると慌ててしまう。なるほど。で、そういう荒い作業をする人は、やっぱりね、なんか、手術早く終わらせたらかっこいいと思ってるから。やだー、怖い。わーってしようとしちゃうんですよ。うん、それは向いてないと思う。うん、向いてないなって僕は見てるんですけど。でも、医者さん同士でダメだよとか言われないんでしょ、別に。教授ぐらいになったら言えるかもしれないよ、一番。なるほど、うん。お前も手術やめとけって。やめとけなんだ、丁寧にやれじゃなくて。そう言われた先生知ってるから。あ、そうなんですか。いるんだ、いるんだ、うんうん。まあ、でもそれは多分患者のためだと思う。